皆さんこんにちは、トータス&フレンズチャンネルのたくみです。今回の動画はヘルマンリクガメが初めて産卵しましたという動画でございます。産卵の瞬間もカメラにバッチリと収められているので貴重な映像かと思うので、ぜひ皆さん最後まで見ていってください。このチャンネルではリクガメをはじめ爬虫類の飼育に役立つ情報や、我が家で飼育している生き物の飼育情報や繁殖の情報などを載せているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。前回の動画でヘルマンリクガメのヤングアダルトのペアが交尾をしていて、そのメスが産卵行動をしている動画をお届けしたんですけれども、結局前回は産卵するふりだけで実際産卵には至りませんでした。そのメスの個体がまたそわそわしだして後ろ足で土を掘り出す素振りを見せたので、土を分厚めに引いた産卵床に移動させて観察することにしました。後ろ足で掘る素振りをしている日の夕方に産卵床に移動させたら、すぐに地面に後ろ足で穴を掘り始めました。この子はまだ4歳ぐらいの子で、おそらく産卵経験もない子だったので、まだ穴を掘るふりだけかなと思っていたのですが、ちょこちょこ覗いていたら、しばらくして戻ると、なんと産卵している現場を発見することができました。もう1匹のメスもこちらのケージに入れていたんですが、卵が割られないようにひとまず別のケージに移動させました。そして次に産む卵を落とすスペースを作るためなのか、後ろ足ですでに産んだ卵をコロコロ転がしていたので、このまま割れてしまってはと思い、すぐに横に移動させて産卵の続きを見守ることにしました。ちなみにその時点で2個卵を回収することができました。3個目を産もうとして息んでいる様子がうかがえますね。尻尾が太くなって卵を産み落とそうとしているのがはっきりとわかりますね。そして、産卵の瞬間を目撃、そしてカメラに収めることができました。産む瞬間はあっという間にスルッポンという感じで生まれてきてくれました。テレビでよく見るウミガメの産卵シーンとよく似たイメージだなぁと見てて感じました。そしてこんなシーンに立ち会えると思っていなかったので、初めての産卵を目撃することができて本当に感動しました。まだ続けて産むかと思い観察してましたが、しばらくすると土を内側に埋め戻す仕草を見せたので、産卵は終了して卵を埋める作業に移ったようです。広く土を踏み固めて埋め始めたので、誤って卵を割られないように回収していきたいと思います。こちらが回収したリクガメの卵です。産んだメスの子の口長が17センチ弱ぐらいだったので、まだ成長途中だと思うんですが、卵も小さいかなと思いきや、体のサイズに対してかなり立派なサイズの卵を産んでくれました。卵の殻もウイザンにしてしっかりとしたカチカチの卵を産んでくれています。成功しているかどうかは不明ですが、オスと一緒に飼育をしていて交尾をしている姿は何度か見かけているので、有精卵の可能性もありますが、リクガメのウイザンは無精卵か有精卵でも孵化率はあんまり高くないそうなので、それほど期待せずに様子を見ていきたいと思います。湿らせたバーミキュライトを敷いたタッパーに卵を入れて、卵の汚れは落としても落とさなくてもどちらでもいいそうなんですが、
卵がカビたりする原因などにもなりうるそうなので、ある程度の土は濡れティッシュなどで軽く拭いてみました。水でジャバジャバ洗い流している方とかもいて、それでも大丈夫そうなんですが、自分はちょっと恐ろしくてそういうことができなかったので、濡れティッシュで恐る恐る汚れを拭き取っています。ある程度汚れが落ちたら、バーミキュライトに半分ぐらい卵を埋めて動かないようにしていきます。日付を上に書いたら、空気穴を開けたタッパーの蓋をしていきます。そしてあらかじめ温めておいたインキュベーター、孵化器ですね、こちらに卵を収容していきたいと思います。28度設定にしてますが、庫内は 27.5 度ぐらいになっていました。リクガメの卵の孵化温度は26度から34度ぐらいの間らしいんですが、間を取って無難に30度ぐらいで管理をしていきたいと思います。この後設定温度を30度に変更しました。卵を孵化器に入れていきます。このままヘルマンリクガメだと有精卵であれば60日前後ぐらいで孵化するそうなんですが、無精卵の可能性もあるので、土に時々加湿をしながら、しばらくしたら無精卵か有精卵か検卵をして確かめていきたいと思います。産卵後のメスの様子ですね。産卵で疲れている割には元気そうですね。夜だったんですが、お腹が空いていそうだったので、ご褒美にトマトを入れてあげたいと思います。翌日以降からは体力回復のために栄養価の高いフードなどをしばらく中心にあげて、あるか分かりませんが2クラッチ3クラッチ目の産卵に備えてもらいたいと思います。また次回以降の動画で産卵した卵の様子や、我が家で飼っている他の生き物、ヒルヤモリやフトアゴヒゲトカゲなども産卵ラッシュがあったりするので、今までに何も経験のない素人ブリーダーのチャレンジ動画のようになってしまいますが、今後の動画もどんどんお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をして次回以降の動画も見に来てください。ということで、今回はヘルマンリクガメの初めての産卵ということで、カメラに収めた産卵シーンを皆さんにお届けしていきました。また次回以降の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。トータス&フレンズチャンネルのたくみでした。